ロンバルディア州、ロンバルディア州は、イタリア共和国北西部に位置する州。州とはイタリア第二の都市であるミラノ。イタリア最大の人口、約1000万人を要する州であり、これは、イタリアの人口の1、6にあたる。また、イタリアの国内総生産、GDP の1、5を生産する。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。 ロンバルディアの名は、ロンバルド人の土地を意味する言葉に由来する。ロンバルド人は、ゲルマン人の一派で、ラテン語系で、ランボバルド人とも呼ばれる。ロンバルディア州は、イタリア北西部にある内陸の州で、北にスイスと国境を接する。州とミラノは、州の南西部に位置し、トリノから東北東へ、約1 2 6トル、ジェノバから北へ、約2 0 0トル、ベネツィアから西へ、 約2 4 4トル、首都ローマから西北へ約4 7 6トルの距離にある。州の面積は約2 3 9 0 0トルで、イタリアの州では4番目に広く、また本土にある州ではピエモンテ州に次いで2番目の広さである。隣接する州及びそれに相当する行政区画は以下の通り、 ロンバルディア州は地勢によって大きく3つの地域、すなわち山岳部、丘陵部、平野部に分けられる。州北部の山岳部はアルプス山脈の一角で、レッポンティネアルプス山脈、ラエティアアルプス山脈、ベルガモアルプス山脈、オルトラアルプス山脈などを含んでいる。州の最高峰は、スイスとの国境に位置するベルギナ山脈、最高地点は、 スイス領内にあるピッツベルニナ4049メートルのラスペラボン4020メートルである。また山岳部には氷河を起源としている大きな湖が連なっている。西から順にマッジョーレコ、ルガーの湖、スイスと共有、コモコ、イゼオコ、ガルダコである。ガルダコはイタリア最大の面積を持つ湖でマジョーレコが第二位、コモコが 第3位である。アルプスの南には、最後の氷河期に形成された、氷河地形もレーン、堆積に起源を持つ、低い丘陵地帯が広がっている。これらの丘陵は、狭く肥沃な大地と、荒野と針葉樹によって特徴づけられている。ロンバルディア平野は、中石平野で、さらにあるた、高い土地と、バスサ、低い土地に分けられる。平野北側のあるたは、標高が、 より高く、水が浸透して、地下水となる土地であり、南側のバスさは、標高が低く、地下水が地上に現れる、湧水線によって特徴づけられる。上記の山岳、丘陵、平野部の3地域のほか、周南西部、パビーア県南部、東側の南にオルトレポーパベーゼと呼ばれる地域がある。 この地域は、アペニン山脈に連なる、小規模な山地によって特徴を付けられている。州内を流れる多くの川は、ポウ川の支流であり、平野部を潤している。主要な川としては、北西から南東へ、順に、ティチーノ川、マッチオーレ湖から流出する川、オローナ川、ランブロ川、アッタ川、コモ湖から流出する川、ミンチョ川、ガルダ湖から流出する川、オーリオ川、 伊勢横から流出する川が挙げられる。灌溉を目的として広い範囲に水路のネットワークが張り巡らされている。この地方は大陸性気候であるが、鉱山や湖の存在によってバリエーションに富むものとなっている。大陸性気候が最もはっきりとした形で現れるのは平野部で1年を通じて気温の変化が大きく、ミラノでは1月の平均気温が 摂氏1.5度、7月の平均気温が摂氏24度、10月から2月にかけては濃霧が現れる。アルプスの麓にある湖は、こうした気温の変化を穏やかなものにしており、地中海の植物、オリーブや柑橘類の生育を可能にしている。アルプスでは、標高の高い地域、ボルミオ、標高1225メートルでは1月の平均気温が低く、 摂氏1.4度、7月の平均気温が摂氏17.3度に比較し、谷底の地域の気候は比較的穏やかである。降水は平野部や山岳部、年間降水量65800ミ、mm、リメートルよりも中間のプレアルプスで顕著年間降水量15002000ミ、mm、リメートルである。人口8万人以上の小群れは以下の通り、 人口は2011年1月1日現在。古代ローマ時代、ロンバルディアは、ピエモンテや、エミリア・ロマーニャと共に、ガリア・キサルピナ、ローマから見て、アルプスより、こちら側のガリアの意と呼ばれていた。メディオラヌム、現在のミラノ、ティキヌム、パビーアなどの都市は、ローマ人以前に遡る起源を有する。起源前3世紀頃より、ローマ人はこの地を征服。 ガリア・キサルピナ族州が置かれていたが、紀元前42年頃、オクタヴィアヌス、後のアウグストゥス帝によって、イタリア本土に編入された。紀元前27年、アウグストゥスによって、第11行政区、トランスパダナ、主婦、メディオラヌムが設置された。568年、アルゴイーノ率いる、ゲルマン人ランゴバルト族が侵入。パビーアを首都として、ランゴバルド王国を築いた。 ロンバルディアの地名は、ランゴバルド族、ロンバルド人に由来する。773年、フランク王国のカール大帝は、ランゴバルド王国に戦線を布告し来た、イタリアに侵入。774年には、パビーヤが陥落して王国は滅亡した。アルボイーノ以来ランゴバルドの王たちは、イタリア王を称しており、カール大帝も、ロンバルディアの鉄王館を支中にして、イタリア王に即位した。 以後もパビーヤはイタリア王国の首都と考えられ、12世紀頃まで神聖ローマ皇帝はパビーヤでイタリア王として退官する習らしであった。神聖ローマ皇帝とローマ教皇との対立、神聖ローマ帝国、特に法艦主タウフェン朝が北、イタリアに干渉を図るイタリア政策、都市国家、コムーニの勃興を背景として、12世紀以降は、 強硬派と皇帝派の紛争が発生。1162年、皇帝フリードリヒ一世、バルバロッサ、またはバーバロサにより、ミラノも破壊された。ミラノやクレモナなど、北イタリアの諸都市は1167年、ポンティーダの修道院において、ロンバルディア同盟を締結し、皇帝に対抗。1七十六年、ロンバルディア同盟は、レニャーノの戦いで、フリードリヒ一世を破り、 皇帝に都市の自治を認めさせた。13世紀にはミラノでビスコンティ家が対等1277年にはがシニョーレ選手となった。1395年にはジョバンニガレアッツォ・ビスコンティがミラノ公になりミラノ公国が成立する。マントバでもコンザーガ家がシニョーレとして地位を固め1434年にはマントバ公国となる。後に マントバ公国となる。1425年以後、ミラノ公国とベネツィア共和国との間には、戦争状態が断続的に続いた。ミラノでは1450年には、傭兵隊長、コンドッティエーレ出身のフランチェスコス・フォルツァが、ミラコウとなった。1454年、ミラノ公国、ベネツィア共和国などイタリアの5大国は、ローディの輪を結び、 都市国家間の戦争に終止符を打った。ミラノ公国とベネツィア共和国はあった側を境界線と定めた。1499年にフランスのルイ12世がミラノ公国の権力構想に介入して北イタリアに侵攻。第一次イタリア戦争スフォルツ家がミラノから追放される。シャルル8世のイタリア遠征は失敗に終わるがフランスによる イタリア戦争は16世紀を通して継続的に行われることになる。1535年、ミラノ公国は、スペイン王国、スペインハプスブルク朝、復従、1700年のスペインハプスブルク朝、断絶後は、スペイン継承戦争を経て、ラシュタット条約、1707年によって、オーストリア、オーストリアハプスブルク家が、ミラノ公国を支配することになった。 1796年、フランス共和国、総裁政府は、ナポレオン・ボナパルトをイタリア方面軍司令官に任命し、イタリア戦役が開始される。ナポレオンは、ロディの戦いで、オーストリア軍を破って、ミラノに入場し、ミラノには、フランスの衛星国、トランスパダーナ共和国が建国された。また、ナポレオンは敗走するオーストリア軍を追って、ベネツィア共和国領に侵攻。 ベルガモやブレシア、クレーマ、クレーマ共和国などに革命政府が成立した。1797年、カンポ・フォルミオ条約によって、ベネツヤ共和国は消滅し、その領土はオウムネアディジェ川を境界にフランスとオーストリアで分割された。フランスの勢力圏では、トランスパダーナ共和国などの衛星国が統合されて、チザルピーナ共和国が編成された。 第二次大仏大同盟を結んだオーストリアは1799年にロンバルディアを含む北イタリアを一時奪還するが、リュネビルのは約1801年でチザルピーナ共和国を承認。チザルピーナ共和国は、その後、ナポレオンを大統領とするイタリア共和国、1802年から1805年、ついでナポレオンを国王とするイタリア王国。 1805年から1814年に移行した、いずれもミラノが首都とされた。1814年のナポレオン失脚後、ウィーン会議の結果として1815年に、ロンバルディアとベネト、旧ベネツヤ共和国領には、ロンバルドベネト王国が設立された。ロンバルドベネト王には、オーストリア皇帝フランツ一世がつき、オーストリア帝国、 ハプスブルク君主国の構成国となった。1848年には、ミラノにおいて、オーストリアによる支配に対する反乱が発生。ミラノの5日間の契機となった、イタリア統一運動参照。1859年、フランス帝国、フランス第二帝政と結んだ、サルデーニャ王国は、オーストリアに対し第二次イタリア独立戦争を挑んだ。 ミラノ周辺でのマジェンタの戦い、ソルフェリーノの戦いを経て、なお、ソルフェリーノの戦いは、アンディ・デュナンが赤十字運動を提唱する契機となった7月に、フランスは単独で、オーストリアと休戦、ビッティア・フランカの休戦。その後11月10日に3カ国間で、中立非常約が締結され、ロンバルディアはサルデーニャ王国に併合された手続きとては、 オーストリアがフランスに割上したロンバルディアを即日フランスがサルデーニャに割上する形になっている。1861年、サルデーニャ王国はイタリア半島を統一し、イタリア王国となった。イタリアの経済、財政を支える豊かな地域である。その分、州からの税収が中央政府を通じて貧しいイタリア南部に流れているとの不満が強い。 このため北部同盟の呼びかけにより2017年10月22日、東隣のベネト州と共に自治権拡大を問う住民投票が実施された。約4割の投票率で自治権拡大への賛成が9割を超えた。ロンバルディア州は以下の12県から構成される。所属する県の数はイタリアの州の中で最も多い。左端の数字は ISTAT コード、アルファベットに文字は、県名略記号を示す。人口は2011年1月1日現在。面積の単位はキロメートル。公用語としてはイタリア語が用いられているが、この地方で伝統的に使われてきた地方言語、方言は、ロンバルド語である。また、南部の一部地域では、エミリア・ロマーニャ語の一種である、エミア語が話されている。 2006年の国立統計研究所 ISTAT の統計によれば、6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り、イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がロンバルディア州の数値である。は、同じ州内でも地域ごとに郷土料理のバラエティがある。ミラノ料理、 クレモナ料理、マントバ料理など、ことでは、それぞれの食文化が発展している。県の中南部にあたるポーガー流域の平原地帯では、稲作が行われていることから、米、カルナロウリダネはよく使われる食材である。また、この平原地帯は、牛や豚などの集約的畜産業を可能にしており、牛乳、バター、クリーム、チーズや、ハム、ソーセージ、 サラミといった様々な畜産品が生産され、料理に使用されている。コモコなど多数の湖がある北部の湖生地帯では、淡水魚を生かした食文化があるコモ料理。また、土壌の痩せた山岳地帯であるバルテッリーナ地方、ソンドリオ県では、蕎麦が栽培されているほか、ハムやチーズ、ワインなどの生産地としても知られている。 ミラノ県の県とミラノには、史跡としては、スフォルツァ城、スフォルセスコ城が有名で、ビットオリオイマヌエーレ2世のガレリア、またモンテナポレオネ通りがある。教会建築としては、ドゥオーモ、ミラノ大聖堂、サンタンブロージョ教会、サン、ロレンツォ聖堂、サンナザロマッチョーレ聖堂、サンテウストルジョ聖堂、サンタ、マリアデレグラツエ教会がある。サンタマリアデレグラツエ教会には、 レオナルド・ダ・ヴィンチ作の著名な会が最後の晩餐があり、人気スポットとしては、スカラザが有名である。博物館、美術館には、ブレラ海画館、近代美術館、ラガレリア D、アーテモーデナ、レオナルド・ダ・ヴィンチ国立科学技術博物館、バガッティバル石器美術館がある。ロンバルニア州内には、以下の世界遺産がある。州内に本拠を置く、プロサッカークラブとしては、以下がある。 所属リーグは2012から13シーズン現在。5部リーグ、アマチュア最上位リーグのセリエ D では、ジローネ A, A、B に属する。ロンバルディア州の地方リーグ、6部リーグとして、エッチェレンツァロンバルディアがある。平野部では、数世紀にわたって農耕が営まれており、自然のままの環境を残している場所は、ほとんどない。いくつかの自然保護区において、ニーレ、ハンノキ、 西洋ジ事会で、ポプラ、柳、シデなどの植生が見られる森林や、荒野の姿を見ることができる。アルプスの麓の湖水の周辺では、マグノリアやアザレア、アカシアといった、亜熱帯の草花や、オリーブ、糸杉、カラマツなどの木を見ることができる。山岳部では、イタリアアルプスにおける典型的な植生分布となっている。標高の低い地域。 標高1100メートルあたりでは、多くや、紅葉樹が見られる。山腹2000メートルから2200メートルあたりが、ブナの木の加減であり、これより高い地域は、新葉樹が生えている。ツツジや、ハイマツ、白芯といった、寒木類は、山頂部2200メートル町で見られる。ロンバルニア固有の植物は、特に、コモコ周辺地域に多く見られる。 雪の下のいくつかの種、ロンバルドニンニク、ノボロニク、気キキウ化の植物などである。ステルビオ国立公園は、イタリア最大の面積を持つ自然公園であり、アルプスの多くの野生動物が生息する。アカシカ、ノロジカ、アイベックス、シャモア、キツネ、オコジョ、イヌワシなどである。ティチーノ川のロンバルディア川のティチーノダニ自然公園は、北。 イタリアに残る貴重な河川植物を保護するため、1974年に設定された。おおむね北及び西を優先し、通過点もしくはその近傍の地名を示す。内は周外。主要な空港には以下がある。ミラノ市の北西 48km にあるミラノ、マルペンサ空港は、ローマのフィウミジーノ空港と並ぶ、イタリア最大の空港の一つである。 ミラノ市により近いリナーテ空港には近距離国際線と国内線が発着する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。